核実験、または実践使用が行われた地点の一覧、実施した国別に色分けしてある。黄緑色で塗られた国は他国によって核実験、または実践使用が行われたことを示す。疑問符が付された灰色の点はベラ事象を示す。北朝鮮による核実験は示されていない。核実験の一覧では核実験の一覧を国別に示す。 1945年に初めての核実験が行われて以降、冷戦期にはアメリカ合衆国、ソビエト連邦を中心に約2000回の核実験が行われている。部分的核実験禁止条約の締結により、これ以降は地下核実験が行われている。ソ連は少なくとも1949年から1990年にかけて715回の核実験を行っている。 主にセミパラチンスク核実験場とノバヤゼムリアで実験を行った。最後の核実験は1990年10月24日。主な実験は以下の通り、1953年以降、オーストラリアを中心に45回の核実験を行っている。最後の核実験はネバダ核実験場で1991年11月26日に行われた。 1960年から1996年にかけて210回の実験を行っている。中華人民共和国は45回の核実験を行っている。うち23回が大気圏内、22回が地下核実験である。ロプノールで実験が行われた。最初の核実験は1964年10月16日であり、1967年6月17日には、 水爆実験が行われている。1980年10月16日に最後の大気圏内核実験が行われ、1996年7月29日に最後の地下核実験が行われた。インドは1974年と1998年の2度に渡り核実験を行っている。パキスタンは1998年に核実験を行っている。 北朝鮮は2006年、2009年、2013年、2016年1月、2016年9月、2017年に核実験を行っている。1998年に事実上の核実験を行っているとされる。アメリカ合衆国の早期系外衛星ベラは1979年9月22日にインド洋上で先行と電磁パルスを観測した。これは、 南アフリカとイスラエルによる核実験との推測が有力となっている。福島事故による放射能放出量はジェルノブイリの2倍以上。福島事故による放射性物質の放出量に関する最近の 研究動向が示すもの、アクシア2014年5月16日、http://nuclearweaponarchive.org/ ロシア /sovtesum.html、hathttp://www.nytimes.com/2004/02 スラッシュ27ナスラッシュインターナショナルスラッシュアジアスラッシュ 27nuke.html x イコール10億7846万 2800&en イコール 6ac34c60c5e5d2bitq&a イコール 5062&

コロンスラッシュスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ2004スラッシュ02スラッシュ27スラッシュインターナショナルスラッシュアジアスラッシュ 27nuk.htmlx e イコール10億7846万 2800&en イコール6 a c 3 4 c 六十四五 e 五 d 二ビット q a イコール二0 6 2 パートナーイコールグッケルハット http コロンスラッシュスラッシュ www.nhk.or.jp スラッシュ w o r l d w e v e スラッシュ marugoto スラッシュ2012スラッシュ05スラッシュ 0517m.html ありがとうございます。